いはい、どうもどうも、松尾修造のこれ知ってます。今日も行きますけどね、今日ね、ラズベリーパイって皆さんご存知でしょうか。なんかアップルパイかなみたいな感じの思いでしょうけどね、プログラム名刺サイズでね、これ3000ぐらいのコンピューターらしいんですけど、まあ簡単に子供たちにコンピューターのプログラミングを知ってもらおうという、発想なんですけど、イギリス英国の慈善団体が開発した格安のコンピューターラズベリーパイというのは非常にブームになってきたということで、まあ、3000円で名刺サイズで、そのビデオが見て、オーディオ USB が挿して、LAN が挿したり、テレビが見れたりという、こういうふうな、まあ、これぐらいの小さい中に、そのコンピューターのプログラミングができますよという、まあ、練習するにはもってこいの、おやつらしいんですけどね、これが非常に最近流行ってきているということでね、私も知らなかったんですけど、また、詳しくはこのラズベリーパイ、URL を書いておきますんで、よかったら見てください。今日の、紹介は、ラズベリーパイ。アップルパイと全く関係ないんでね、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。